月でだいたい50杯ぐらい食べるっていう。うわ、はい、改めてすごいなこのラインナップ。やばいですね。なんだろう、うまっ。これやばいですね。そうですか。すする TV。スルー、スルー、どうスするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、東京都内でも屈指の濃い味の味噌ラーメン、しかも超うまい。いただけるのはこちらです。どん。都営三田線板橋区役所前駅から徒歩5分くらいのところにあります朝日町内会さんにお邪魔してます。こちら朝日町内会さんはですね、私すするも何度も訪問させていただいておりまして、店主さんは札幌味噌ラーメンの有名店であるすみれさんの出身でございまして、看板メニューはね、もちろん味噌ラーメンではあるんですが、醤油塩味噌すべて取り揃えておりまして、さらにこの味噌ラーメンのね、20年前恋した味噌ラーメンともう一個の味噌ラーメンもありまして、いやこっちもねめちゃくちゃ味が濃くてビシッとして、ね、僕めっちゃ好きなんですけど、そんな私も大好きな味噌ラーメンのお店朝日町内会さん、今回一緒にすすってくださるのはこちらの方です。お願いします。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。いやご無沙汰しております。ご無沙汰です。なんかもうほぼ準レギュラーぐらいの。いや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 、でも前回紅葉が散る頃にって言ったんですけど、あ確かにもう紅葉も散り終わりまして、もう雪も溶ける、桜が咲いちゃいますよ。桜が咲く頃にやっちゃいました。一応じゃあ自己紹介お願いします。はい、それではお邪魔しております。はい、レース界の牧職員元気な給食を担当でやってます、こちらまでこと宮瀬琴音です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんともうなんか紹介の枕言葉みたいなのがもうバッチリついてますね。枕言葉結構最近メディア出演の増えてたんですか。そうですよ、なんか そうありがたいことになんか食べるお仕事とかも結構増えて、素晴らしい。そうなんですよ、なんか食べて感想言うとか、美味しいしか本当言えないんですけど、十分ですね。なんか大食いの番組とかにも出させていただきました。すごいじゃないですか。いや逆になんかこんな忙しい時すいません。いやいや全然です、本当にありがとうございます。初心を忘れずに来てくださってありがたいです。こちらこそ本当にありがとうございます。まあ、あの宮瀬さんといえば初回が家系 で二郎系で、でやっぱあの味の濃いものが好きと。いやもう本当にそうですね。もう味の濃いも大好きです。まあ僕の中でも結構もう東京でも屈指の味噌ラーメン、しかもパンチのある味噌ラーメン。ちょっと味噌ラーメンも結構好きとおっしゃってた。味噌ラーメン、そうですね、はい、ちょっといいんじゃないかと。うわー、お腹空いてます。今日はさすがにお腹空っぽで変態で、今日あのお昼に、はい、あのちょっとウーバーしました。何してんのマジ。ラーメンしかも、はい、アフリをラーメン、これがしもお昼ですから、別に今も今もお昼だから、ね、おやつの時間です。やばいな本当。無限の胃袋を持つ皆さんと一緒に早速進みに行きましょう。レッツゴー。では、はい、現場駅の前に来ましたけど、はい、初めてですか。初めてです。さすがに初めてです。はい。じゃあまあ前やっぱり味噌か。味噌。20年前恋した味噌。うわー。やっぱ濃厚なの好きだったら、はい、ぜひ20年前恋した。こっち。じゃあこっちにします。これで。うわー、でもあの、今日 YouTube 作ったんですよ。おーおーおー。カレー食べててめっちゃ美味しそうで。あー、カレーも美味しいっす。カレーもそうなんですよ、はい、でも絶対これ運ばないですよね。そうそう、やっぱそうご飯と合わせて食べたいなってなるラーメンだね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。今白米とあとカレーも食べたい。マジでどうしよう。ラーメンと白米食べて、はい、カレーで、はい、すごいな、おい。え、食べ過ぎですか。全然大丈夫です。え、ダメですか。全く食べてもいいと思います。本当にいいですか、はい。ミニバー、さすがにミニバー。まとめて、いや、こんな人見たことないけど、いきますか。はい、ありがとうございます。すごいな、マジで、さすが。さすが、皆さん。ということで、水瀬さんの食欲に感動しながら、すするもやはり20年前恋した味噌ラーメンと、ご飯の上にバター、チーズ、粗挽き胡椒が乗るという二重恋の締めご飯をプッシュして、ラーメンの恋を待ちましょう。ニンニクのいい匂いする。めっちゃ、めっちゃいい匂いする。いや、香りがね、やっぱいいです。やばい、あの鍋をこう直接炒めて作るんで。あー、そういうこと、はい、もう香りがね、とにかく店内にこう充満してくる。最高ですね、これ。待ってる間からもうとにかくお腹空いてます。そうそう、そう、慣れちゃうんですよ、これ。なんか俺見たんですけど、はい、あの SNS で、はい、グランプリ名取ってませんでした。あー、レースクイーン大賞ですね。レースクイーン大賞、レースクイーン大賞になったんですか。はい、授与させていただきました。すごいっすね。マジでおめでとうございます。ありがとうございます。なんかもう去年初めて、去年そうですね、去年ね出演されてから、はいはい、どんどんメディア出演とレースクイーン大賞。ありがとうございます。すごいっすね。なんか本当にすする TV の視聴者さんも、はい、なんかおめでとうとコメントをくれて、すごい、はい、ありがとうございます。でお祝いで、はい、すするさんにラーメンごちそうになってきてもらってくださってコメント結構もらったんで、はい、払いました。確かに今日お祝いっすね。いや本当に、いやおめでたいよマジで。ありがとうございます。本当におめでとうございます。でもなんでこんなに食べてるのにそんなに細いのかっていうのをすごい聞きたいですけどね。いや全然、本当にこの間そのパーソナルの先生に、本当に今その食生活してるけど、うん、30超えたら一気に来るからねみたいな、気をつけてみたいなって言われました。確かに、いや
や本当僕もまあ今31ですってなりましたけど、はい、落ちづらくなりますよ。え本当ですか。体重がねそんなわけないじゃんって思ってたんですよ、うん、その3なんかその数字でとらわれてる場合じゃないよって思ってたんですけど、はいはい、なんかねやっぱダイエットというか筋トレとかしてもちょっとやそっとでなんか落ちなくなります。3キロぐらい前までだったらふっと落とせたのに、ね、全然落ちなくて、すごいですよね。そしたらラーメン毎日食べてるのにやっぱ健康になるんですか。いや健康なわけないでしょ。やっぱ健康生活。いや健康生活言ってました。健康であるための生活をします。ラーメン食べても健康であるための生活、はい、普通でも1日1杯とかお昼に食べるぐらいだったら多分大丈夫なんですよ。僕ほんと1日2軒とか3軒とか、まあ、月で大体50杯ぐらい食べるっていう、はい、うわっ最高な生活ですね。そうなの、まあ、やっぱ最高な生活しちゃってるんですけど、はい、やっぱその分やっぱりこう結構体こうあるんで、まあやっぱ運動とかしないときついよねっていう。糖度とかも結構ニンニクと油の系もですか。あ、そうです。あのいわゆる、まあ、ラーメンの種類って札幌味噌ラーメンで、はいはいはい、表面にあのいわゆるラードっていう、はいはい、の豚の油がこう入ってて超熱々です。めちゃくちゃ熱い状態で来るんで、最初の一口目が本当に熱いなんか分からないけどうまいものが入ってくるってこの感覚をぜひ味わってほしいです。スミレ系はもうこれが結構その鉄板というか、スミレっていうその有名なスミレは食べたことあります。あ、本当ですか。あります。そう、スミレで修行された店主なんですよ。結構長いことずっと修行されてて、で、なんか今見つけましたか。あ、全然ないです。いやー、可愛らしいっすね。楽しみです、楽しみです。お店初なんじゃない、カレーライスとしてライス頼んだ人。でもスープとも絶対食べたいじゃないですか。ご飯も両方とも楽しみます。楽しみっす。なかなか来れる時ないんで。あ、そうっすよね、はい、だったら思いっきり食べよう。そうですね。向いてるな、ラーメン。一番もう、宮瀬さんが YouTube 始めたら俺やばいなと思ってラーメン向いてるって何ですか。いや、なんかラーメンを食べやることに向いてるなって。YouTube やってないですよね、まだ。そうですよ、YouTube やってないです。危ない。あ、なんか別のチャンネルに、あ、そうですね、はいはいはい。いやもう宮瀬さんが個人のチャンネル始め出したらもう全力でもう俺は潰しにかかりますから。怖い。そうそうそう、さすがに、さすがに応援します、全然応援しますけど、いやもう一番のライバルになりうる人だと思う。いや絶対やばいですよ、もうそれも。まあでもあるんじゃないですか、そういう予定的なところ。別にないですか、特に個人のは。まあ、最近普通にお仕事が忙しいというか。いやそうです。あ、あとでもその YouTube だったら、うん、チームの今年フレッシュエンジェルズというユニットでやってるんですけど、そのチームの D ステーションレーシングを応援する YouTuber を出演させてもらったら。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあそっちで結構ガッツリ出てる。 D ステーションレーシング、あ、まだ1回なんですか。あ、1回か。すごい継続的に出てるみたいな、もういつもやってますぐらいの検査だけど今これから継続的にやっていくんで。あ、そうなんですか。出ます。へ、それちょっとリサーチしなかったな俺。あ、全然。でもラーメンは食べてないんでよかったマジで、まだライバルになってないから。本当危ねえからマジで。いたしました。ありがとうございます。いただきます。わーい、いただきます。こちらが朝日町内海産の20年前恋した味噌ラーメン、20恋の締めご飯です。キュンキュン。分厚いラードの層で蓋をされた奥深い色の味噌スープにシンプルなトッピングが食欲をそそるたまんねビジュアル。熱々の一口目を早く味わいたいぞってことで、早速いただきましょう。改めてすごいなこのライブ。やばいですね。おかしいだろ本当にこの人。僕は入ってます。そこなのマジで。まあ、せっかく熱々なんで冷めるのでいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。やばいやばい、この一口目のね、あ、熱い感じ。まず、うまっ。あ、うまい。濃い。濃いっすね。あ、うめぇ。うめるぐらいうまいな、本当に。え、もう食べていいんですか。行きましょう、行きましょう。うん。うん。やっぱこの、ちょっと黄色みがかってますよね。うん、黄色いちちれ麺のやっぱ、札幌感があって。美味しいです。うん。昔久々にこういう感じの麺食べました。あ、ね。意外と東京ないんですよね、ほんとこういうラーメン。うまっ。めちゃくちゃうまいですね。うんうん、ちゃんとなんかすごいですね、濃い味噌がね、はい、濃いのにやっぱなんかバランスがいいというか、うまっ。うまっ、すごい。マジでうまい。美味しいです。うん、うまいな。そうですね、最高っすね。まあ、なかなかあのこれだけなんていうんですか、その東京で本格的な札幌味噌ラーメンいただけるとこ、うん、あんまりないんで。そうなんですね、はい、すごいなんか私の好みをめちゃくちゃもう分かってくださってますいやラーメンは任せてください。はい、うまっ。あ、ごめん、ありますすっごい米合うよな。でも白米が合うっすね、やっぱ。しかも白米合う。うん、うん、たまらん、マジで。ちゃ
炭水化物、炭水化物なのに、うん、こんななんか食わしてくるっていう、この感じ最高ですね。マジ最高ですね、うん。毎回皆さん素晴らしい食べっぷりを見せてくださるんで、もうラーメン屋さん連れて行きがいがありますよ、ね、本当に。すごいダメつくなんかすごいいろんな。最高です。こんなことしてくれる女性あんまいないですからね。ごめんなさい。そう前もなんかねコメントであってすする食われてるよみたいな。池田屋の時もお料理あの早く完食したし、三浦屋の時もご飯ガンガンお代わりしたんですする食われてるぞみたいな感じ。あ、そういうこと。あ、そうそうそう、完全にもう乗っ取られてるんですよチャンネルが。皆さんが見たらまして食われてるって、なんかそのラーメン見ながら私めっちゃ食べてるから美味しそうとか言いながらなんかおかずにされてるよみたいな。そういうことじゃないですか、ね、そうそう、チャンネルを食われてるってこと。そっちですね。そうそうそう、うま、いやうまい、ほんとに。でもお外が雨なんで、そうなんですね、このあったかさが、うん、しみる。マジでしみる、これはめちゃくちゃしみますね、うん、うん、うん、うめ、味噌もニンニクも生姜も絶対にご飯に合うじゃないですか、うん、ご飯に合う一杯を作ってますね。いや本当そうですね。20年前に恋した。あ、そうそう、これ、まあ、なんでこの20年前に恋したっていう名前かというと、まあはい、まあ、店主さんがもともとスミレってお店で、はいはい、働くきっかけになったのがやっぱスミレのラーメンなんですよ、はいはいはい、20年前に初めて食べたこのスミレのラーメン、それに恋して、まあ、ずっと修行を続けて今、まあ、オープンしたっていうことがあるんで、まあ、ある意味この店主さんの原点回帰みたいな一杯を作られてるっていう感慨深いあのストーリーがあると思います。すごいですね、うん、うん、柔らかくしい、うまいっすよね、うまっ、ピンも全部うまいな。カレーいつでも言ってくださいね。カレー食べる、うん、スープとあとご飯しか残ってないからね、あとね、もう卵が、あ、そうか、そうか、卵までな、卵と美味しくないですか、卵美味しい、卵まだうまい、カレーもいいっすよ、ほんと、うん、カメラが、あ、そう、カメラがね、すごい、あの結構グレンって回るハイテクなんですよ、このカメラ、すごい、いや、いや、これうまそうだわ、やばいですね、このやっぱり結構濃い感じのドロリとした感じのカレーね、いただきます。うん、ゴロゴロ、うん、お肉ゴロゴロ入ってます。うまそうだな、うん、うまそうに食うな、そしてちょっと酸味効いてる感じの、うん、うん、いや似合うな炭水化物が、あおいしい、うまいっすよね、うん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 、やっぱり絶対にこのカレーも、うん、まあ、カレーもともとご飯に合うんですけど、はいはいはい、なんかもっとなんか濃縮されてる感じだから、あの絶対にカレーライスとスーパー白米でいないのよそんな人、絶対に正解、そんな人いないから、マジでこれ食べたらもう多分もう足りなかったです。意味わからんってこの組み合わせ、締めから僕もやります。うわうわうわ、はい、うまそうだな、うわ、これはめちゃくちゃうまそう、マジで、うわ、チーズが入ってるんで、いや、しかもまだチーズ溶けますよね、あれですね、そうですね、こっから多分チーズが、うまそうだな、うんうん、スープがあったかいからずっと、いや、そうなんですよ、はい、それがいいっすよね、またね、はい、ここです、すごいぞ、おい、うまい、なんだろう、うまっ、これやばいっすね、うまいか、うん、これ相当やばいな、うまい、うん、めっちゃうまい、これなんだこれ、味噌チーズも絶対美味しいですよね、はい、さらになんかバターのコクとバターもバターも多分入って、バターも入ってブラックペッパーがこう締めてくれるみたいな、やばいですこれ、うまこれ、うまマジで洋風になります、うん、ちょっと洋風な感じになりますよ、バターと胡椒もチーズのこれか、すごいもうマジですごい、皆さん本当に尊敬するわ、これスープがね、また濃いのに飲みたくなるっていう、確かに、もうやばい、やばいです、うん、なんか災害とか、うん、最近結構危険視されてるじゃないですか、災害のどんな話マジでなんかありますよね、噂ではそういうの、はい、で最近お家で災害対策し始めたんですよ、なんかこのグッズ集めて、なんかリュックとかね、あ、そうです、そうです、で保存食とかめっちゃ買いに行って、何でしたっけ、ライフじゃなくてラ、はい、
ラフトに、ロフトに。ラフトってなんだよ、聞いたことない。ロフトに買いに行ったりしてたんですけど。間違い方エグいな、はい、すごい、これも入れたいです、災害。災害グッズなんか。びしゃびしゃになるだろ、カバンが。そんな油まみれになっちゃう。ロフトに入れて、あ、なるほどね。スープ。いや、逆のこと考えて、もっと水補充しないといけなくなります、マジで。生きていけそうですよね、これで。確かに、これはめっちゃ生命力もらえそうですよね。ですよね。みなせさん、なんか全部食っちゃいそうですよね、その防災用リュックの中の保存食も全部ちょっと一回食べてみました。あ、やっぱり食ったんだ。俺食材系はなんか持ってないですよね。そのテントのようななんかそういうミニテントみたいな動画が入ってるリュックはあるんですけど。テント必要ですか？多分いるんじゃない、わかんない。そういう掛け布団とか寝袋みたいなのが入ってる。寝袋用意してないです。とりあえず食べ物食べてました。食べ物と水。確かにね、正直食欲が満たされない。どうしても水必要です。最高です。すごいすごい。いや、飲んじゃうさ、これ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日は皆さんと一緒に朝日町内海さん、はい、がっつり食らったんですけど、最高です。めちゃくちゃうまかったですけど、はい、どうでした？味噌ラーメン食べたいですって、私がちょっとこう、なんですか、はい、まあ、リクエストというかね、リクエスト番組じゃないから、別に、はい、リクエストさせていただいて、最高です。おー、よかったです。お米にも合うし、ニンニク、生姜、なんですか、このカレーも、カレーまでね含めて、もう最高でした。すごいっすよ、ここまで食べてくれるゲストの方、あんまいらっしゃらないんで僕も本当に一瞬で嬉しいですね、本当やっぱ俺、本当だったらね、いつもご飯だけにするんですけど、ちょっとお祝いってことで、あ、なるほど、奮発というか、はい、ありがとうございます。いや、本当におめでとうございます。最初ですからね、すごいよね、本当にいただいてしまいました。でもあんま食べ過ぎるとまた本業の方にちょっと、ね、はい、響いてくるところもあるんで、はい、かつ、たまにはね、あの忙しくなってもスルティにまた遊びに来てください。はい、ありがとうございます。なんとなくですけど、皆さんやっぱ結構濃いめのラーメンとそうですね、お米と一緒に食べる、うわー、もう大好きです。最高じゃないですか。僕ももちろん好きなんで、はい、ちょっとまた出演していただける機会がありましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当に本日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。3度目のみなせさんコラボということで、ね、私、すするも推している朝日町内会さんやってきましたね。いやー、やっぱあの20年前こうした味噌ラーメン、何度食べてもうまいし、食べるたびに何ならうまくなってる気がする。やっぱ20年前こうしたというだけあってね、店主さんがもともとすみれで修行されて、あ、修行される前か。その前にすみれのその一杯を食べて、ね、このラーメンのお店で修行したいと思って、すみれで修行を始めたっていうね、まあ、かなりこう店主さんの並々ならぬ思いが詰まった味噌ラーメンですね。その思いも入ってる分はやっぱね、数段うまくなってる気がしますね。なんならそのデフォルトの味噌ラーメン全然食べてないんで、しばらくもう毎回行くたびに20年前のやつばっか食べてるから、ちょっと久しぶりに味噌ラーメンも食べたいなと思いつつ、やっぱね、あの20年前のあの衝撃的なね、一口目の味わいは何にも変えがたい一杯になってますんでね、皆さんの食べっぷりもね、さすがなんですかってご飯物2杯食いっておかしいだろマジ多分で、しかも皆さん別に爪痕残そうとかしてないですからね、これがまたすごいなと思いつつね、皆さんからいただいたコメントもちょっとサクッと読ませていただきます。すする TV が絶対に知らない店、ラーメン涼花ということで、ちょっと全然知らなかった、ちょっと調べてみます。ラーメン工房涼花ってお店なんですかね。ここは僕初めて見ましたね。どんなラーメンで、結構でも西日本の方にチェーン展開されているお店なんですかね。知らなかったわマジで。しかも結構店舗数あるのに全然知らなかった。いや確かにこれはスル TV が絶対に知らないお店でしたね。ちょっと一瞬架空のお店なのかと思ったんですけど、実在するお店だったらちょっと僕知らなかったです。情報ありがとうございます。スル TV さん、もうすぐ小学5年生になります。いつも見ています。固定してくださいということで、俺ちゃんとこのコメント固定したかな、この時。ちょっとごめんなさい、もし固定しなかったらごめんなさい。すごいな、小学5年、まあもうすぐってことは多分この4月から小学5年生になるってことなんかね。小学5年生でスル TV 見てくださって非常に嬉しいです。本当にありがとうございます。どうだろう、でもお父さんの影響とかもあるかもしれないですね。やっぱ小学生がスル TV にたどり着くってちょっとあんまり考えづらいところもあるもんねというか、小学生なんて自分のお小遣いでラーメン屋さん行くっていうのはほぼないだろうから、やっぱまああのね、ご家族の方と一緒に行くってことが多いと思うんですけど、まあそれでもね、こうしてスル TV をご覧くださって、まあラーメン好きの子が育ってくれるのはちょっと嬉しいですね。やっぱね、本当最近やっぱラーメン店員さんだとか、やっぱラーメン屋さんで働く方ね、なかなかなくて本当に求人困ってるっていうラーメン店さんすごい聞きますんで、幼少期からのラーメンの思い出とかがあると、やっぱねラーメン好きな大人に育っていくんでね、いや本当お父さんお母さんにたくさんね美味しいお店連れてってもらって、もっとラーメン好きになってください。最近は、うん、豪店のれん分け、うん、出身などなど有名店からのお店を選びよく行くのですが、それぞれその有名店との関係ってどうなんでしょう。特に麺屋一等関係について、一等の濃厚鶏魚介つけ麺が大好きなんですが、出身店を3店ほど行って一つも濃厚つけ麺を扱ってなかったんです。これには何か深い闇があるのではないかと
想像してしまったのですが、実際どうなんでしょうということで。あ、確かに一藤さん出身のお店って結構淡麗系のラーメン出してるとこ多いかもね。でも一藤さんってやっぱ看板メニューは鶏魚介のラーメンですけど、意外とね、淡麗の醤油ラーメン、塩ラーメンあったりするんですよね。もちろんこのつけ麺はそうですけど、ラーメンとかももちろん仕込みとかやると思うんで、まあそういった意味で一藤のその鶏魚介つけ麺が好きで修行入っても他のラーメンの美味しさに魅了されてそっち行くみたいなパターン全然あると思うんで、特に闇があるとかってわけじゃないと思うんだけどな。あ、でももしかしたらやっぱ一藤さんクラスになると、まあうち出身で同じつけ麺はやるなよみたいな、そういうのはあるかもしれないですね。とかもしかしたらオリジナリティとかを結構大事にされてるのかもしれない、全く同じメニューはやらないでとかね、そういうのはあるかもしれないですね。まあでもここら辺はやっぱ働いてみないと分かんないところが結構あるんでね、特になんか闇があるとかってわけじゃないと思うんだけどね。まあやっぱあと濃厚のね、鶏魚介のつけ麺とかこういわゆる濃厚系のつけ麺って結構やっぱ作るのに手間かかるし、一藤さんみたいにね、もうこう大量に作って大量に提供するお店と比べてどうしても多分味にブレが出ちゃうんだと思うんですよね。っていうのもあって修行した店主さんもあえてそのつけ麺を選択しないっていうのも、まあ多分いろいろな事情があると思うんですけどね。やっぱまあここら辺ほんとただ食べてるだけでちょっと分かんない部分なんでね、ちょっと僕も憶測で話してしまいましたけれども、まあでも一藤さん出身のお店はねすごく多いですよね、ほんとね。うん、やっぱ東京屈指のね濃厚つけ麺のお店ですから、まあこれからも多分たくさんの修行生を輩出していくお店だと思いますね。うん、そんなわけで本日の動画最後までご覧いただきありがとうございました。面白かったらぜひ高評価も、面白いってことあるかな、スルティー面白いってことあります、大丈夫ですかね。まあ高評価やチャンネル登録、そしてコメントなどもしていただけると大変嬉しく思いますということで、ごそれそれではスルの公式キャッチフレーズ、朝日町内海さん、恋は永遠、味噌は一つや。朝日町内海さん、皆さんありがとうございました。あ、出た、そうだ、 歯に乗り事件があったんだ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？